はいどうもこんにちはくれです。よろしくお願いします。さあ、ということで今回は2023年5月の指型スケジュール予想をやっていきたいと思います。はい、ということで皆さん、今日でもう4月が終わるんです。早すぎませんか ま、このね、4月の終わりに合わせて、ま、タイムスリップ第1弾のね、え、登場も、ま、明日の15時、厳密に言うと15時ですけど、ま、今日最終日を迎えているということで、ま、明日から始まるね、5月のイベントスケジュール予想をやっていきたいなと思います。まあ、5月はですね、そこまで大きな更新っていうのが、ま、ある月ではないんですけど、ま、でもミキサーの解禁日だったりとか、または今年に関して言えば新イベの更新だったりとかっていうところがね、ま、おそらくあるだろうというところになっておりますので、ま、あそのあたりもね、重点的に見ていきながら、予想を振り返りや やっていいいきたいと思いますじゃあ早速本編入っていきましょうどうぞ <noise> はいということでまずは2022年5月のガチャスケジュール振り返りからやっていきたいなと思いますまずはこんな感じでした、はい、5月の2日までゴールデンウィークスペシャル福袋ということでちょっとそもそもねあのー、グランドオープンのタイミングが今年と去年で、まあ、1週間ちょいぐらい違ったので、まあ、タイムスリップの排出のタイミングもそうですし、まあ、全体的に少し今年に比べてね前倒しというかなスケジュール感になってるところはありますね で5月の2日からゴールデンウィーク記念の5連プレゼントスカウトこちらが来てましたでその後五5月の6日からドラフトスカウトで先発の追加、まあ、それと合わせて小森ドラフトスカウトも来てましたで5月の9日からバリュースカウト12日から長寿チーム S 狙い撃ちスカウトでレフトの追加で13日から突つ地おきスカウトで17日から3400万ダウンロード記念福袋これがねあのー、去年は4月と5月連続でダウンロードの福袋が来たんですよねで戦力強化スカウトで野手の追加 期間限定ノーマルスカウト20日から、えー、ミキサーの解禁ですねはいこちらが行われました結構ねミキサーの解禁ってポジション追加のタイミングガチャ更新のタイミングに合わせてミキサーもドーンってくるパターンが、まあ、今までは結構多かったのかなと思うんですけど、まあ、去年のシリーズ1はこのガチャ更新とちょっとずれる感じでね ポジション追加の3日後ににミキサーが来るという流れになってましたまあこのミキサーがねなかなか来なくてなんか意味のわからないネタ臭い謝罪動画を出したのがすごい個人的には懐かしいんですけどもうあれから1年ぐらい経つっていうのがねちょっと信じられないっすねで5連シンクロスカウトもこの日に来てましたで24日からタイムスリップ第2弾ガチャで26日から自チームと A 以上確定のスカウトで31日からドラフトスカウトでまたライトの追加ポジション追加に戻っていくと まあこう見るとですねやっぱり改めて大きなガチャっていうのはそこまで多くはなくてまあ言ってもやっぱり福袋系、まあ、ゴールデンウィーク系の福袋とダウンロード福袋。 で、まあ、タイムスリップ第2弾というような基本ベースがもうポジション追加でね、ダーッと出ていくっていうような、まあ、そんな1ヶ月に、えー、去年の5月はなってました。まあ、ただその中でやっぱミキサー解禁ですね、ここが、まあ、5月の中では一、まあ、大イベントと言えー、るんじゃないのかなというふうには思っています。続いて5月のイベントスケジュール振り返りこんな感じです。はい、まずは5月の2日までプロスピフェスタが行われてました。5月の2日からスターロード、9日からプロスピトレジャー、で第34回の最高決定戦、セパ限定と、えー、コスト559 リーグですねはいこちらが行われてましたで12日からプロスピコロシアムでコーダ王で16日から団員認定戦18日からプロスピパークで覚醒の左キラーですね左キラーがこのタイミングで来るっていうのは結構去年びっくりしましたね 20日20日から活躍選手予想24日から必勝アリーナでタイムセープの第2弾で31日から俺の球場飯という、ね、最後の締めの流れになっているんですが、まあ、去年の、ね、5月もそんなにイベントは大きな更新はなかったです、まあ、サプライズがあったとすればやっぱり覚醒の左キラーここがまあそもそも新戦力じゃないかとかスケットなんじゃないかとか言われてたタイミングで左キラーが来たんで まあ結構びっくりしたところでありましたね。はい。ということで以上が振り返りでございまして、ここからですね、予想の方やっていきたいなと思います。まずは5月のガチャスケジュール予想、こんな感じです。はい。5月の1日からドラフトスカウトで3塁手の追加、えー、小森ドラフトスカウト、ゴールデンウィークスペシャル福袋に自チームタイムスリップ狙い撃ちスカウト、この4つをね、明日の更新で予想してます。まあポジションのね、更新、どこが来るかっていうのは結構難しい要素なんですけど、まあ順番的にはおそらくドラフトか、自チーム S 狙い撃ちかのどっちかのガチャ、 かなで1週間開催なんじゃないかなと思っていますとなると、まあ、今ね投手が結構もう出てきてるので中継ぎ2つに先発の2つかな出てるのでってなると野手、まあ、なんじゃないのかなっていう気はしてます、まあ、3塁しか1塁しかセカンドか外野がね残りあとレフトかな だけけ出てないと思うんですけどリフト出ちゃうともう全部出ることになるんで、まあ、リフトはちょっと考えづらいのかなっていう感じではありますかね。であとはゴールデンウィークスペシャル福袋は、まあ、去年はこのタイミングでね、もう終わるぐらいの感じなんですけど、まあ、今年に関して言えばまだ1日から始めてもね、まあ、ちょうど世間的に言えば、まあ、29日からゴールデンウィークっていうところもあれば、まあ、3日から。 7日までをゴールデンウィークとするところもあるのでまあまあ別に期間的には間違ってないのかなっていう感じですねで結構内容がねこのゴールデンウィーク福袋毎年いいのでまあ無課金の方にお勧めできるかっていうとなかなかちょっと難しいところもあるんですけどまあでも多少課金できる人とかエナジーに余裕がある人からするとまあいいガチャかなっていう感じなんでぜひ来てほしいですねで8日から戦力強化スカウトで野手の追加と予想してますで12日から実地チーメスうちスカウトでセカンド17日からグレードアップスカウトを抑え でこのタイミングに合わせてか、もしくはこの17から22ぐらいの間でミキサーの解禁、プラス17日に4300万ダウンロード記念福袋と予想してます。まあ、去年がねこの福袋を連続で 4月5月連続で来たっていうのが、まあ今年はどうなるか。まあこのダウンロード系っていうのもね、おそらくなんですけど、サムライジャパン関連で多分ダウンロード爆伸びしてるんですよね。まあなんで、まあ4月も来ましたけど、連続で来るっていうのは全然あり得るかなと思います。で、22日からタイムスリップ第2弾ガチャ、25日から A 以上自チーム確定、29日からドラフトスカウトで先発、これエース予想ですね。 っていう感じで、えー、予想していったんですけれども、まあ、ちょっとタイムスリップに関しては去年に寄せるようなスケジュール感ここからまたちょっとずつ前に戻すような感じになるんじゃないのかなという一旦今回の予想になっているんですがまあでも正直今月はねちょっとメンテナンスの予定とかも現状わかってるところもなかったですしかなり、まあ、予想できる要素がもうほぼないっていう中での予想なんでまあなんとなくこんな感じのポジション追加ペースプラスまあタイムスリップと 福袋系がこんな感じで来るのかな？みたいなまあ、結構アバウトな予想になってますね。で続いてイベントの予想こんな感じです。はい、まずは5月の1日からサクッとエクセストリート、これが新イベですね、えー、なんですけれども。まあアップストアとか？ まあその他の情報筋からここまでほぼ確定かなという感じです。でこれがね報酬がどういう系になるのかっていうのがまだ読めないんですけど、まあ、ただこの間のアップデートで、まあ、覚醒のその限界突破コーチを追加したということは、まあ、次のアップデートまでに まあその覚醒系のイベントはおそらく来るであろうとでまあ、流れ的に考えればサクッとエクセストリートが覚醒っていうのがまあ、しばらくね覚醒系の新イベントも来てないですしまあ、可能性は高いのかなと、えー、一番は思っていますまあ、ただ可能性的な話で言うならここがただただ普通にスターロードとかみたいに、まあ、S ランク契約書が、えー、もらえるイベントで、まあ、覚醒はまた別で来るっていう可能性もありますで5月の8日からスペシャルミッションと試練大開放12日からピースを狙い17日からプロスピラビリンス22日からタイニングポイントタイムステップ 二段という予想になってます、まあちょっとイベントの予想はねあのー、最近本当にねなんか偏りが多いなという印象を持ってて、まあ、それこそスターロード結構頻繁に来てるのとあとメッシーも結構来てますよねっていうところでちょっと直近ねこうペースがなかなか読めないところはあるんですけどまあ一番はサクッと育成ストリートがどういった内容のイベントになってくるか報酬含めてどういう内容になってくるかっていうのがまあ一個注目ポイントにはなるかなまあでも去年のスケジュール見てもそんなにイベントは まあ新しいところなかったんで、まあこの新米が来るっていうだけでも、一個新鮮味はね、えー、あるんじゃないのかなというふうには思います。はい。ということで以上が予想でございまして、最後に毎月恒例のどう立ち回るべきかみたいな話をして終わろうかなと思います。まあ5月はですね、年間で見てもやっぱりかなり落ち着いた1ヶ月になるかなと思います。で、基本的にはもうための期間ですね。まあ4月もそうだったんですけど、 7月から8月ぐらいまでのこのシリーズ1の期間というのはシリーズ2その下半期の期間に比べるとまあだいぶね香辛料というのも。 まあ少ないですしまあ誰々セレクション系みたいなコラボ系っていうのもまあシリーズ1の間はあまりないのでまあ基本はシリーズ2に向けて貯めていくことがまあ効率重視でね考えていったらいいかなというふうには思いますただその中でもまあ今月5月の中で言うとミキサー解禁ですねまあさっきも言いましたけどここが一つ重要なポイントになるかなと思っていましてまあというのもミキサーっていうのはまあ今持ってるね現状の手持ちの S ランクをまあ他の選手に変えられるといった機能になりますのでまあガチャを引かなくてもですねえー強化は狙えるよと、まあ このミキサー解禁はね本当に大きなポイントになるかなと思いますでタイムスリップの第2弾に関してはですねおそらく60連目自チーム確定のねシステムで来るんじゃないかなと思っているので、まあ、どうしても欲しい選手がいればですね1500エナジーかかるんですけどもそこで取れるという形になるので、まあ、そこ1個、ね、目標にして、まあ、今現状でそうだな、まあ、1000エナジー近くぐらいないととも届かないかなっていう感じはしますけど、まあ、時期にもよりけりって感じですが まあ今それぐらいのエナジー900とか1000ぐらいとりあえず持ってるみたいな人はまあ1個そこをねえ目標に貯めていくのもいいかもしれないですねはいということで以上がですね5月のイベチャスケジュール予想だったんですけどもいかがだったでしょうかまあぜひポジション追加だったりとかまあ皆さんのえイベントこれが来るんじゃないかとかそういった予想もねコメント欄にて書いてい,ていただければと思いますまあ例年々の流れだとねわりかし落ち着く1ヶ月にはなるかなとは思うんですけど何か まあ面白い形でね、こう、我々の予想を裏切ってくるような更新を、個人的には期待したいなと思ってます。ということで、ぜひこの動画を楽しんでいただけた方、5月が楽しみになったという方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。